まあ、いいや。それでは、ガイダンスを始めていきたいと思います。今日のガイダンスは秋星のガイダンスでありまして、このタイトルですよね。名前が、佐藤流なら今からでも狙える超短期合格のための短期学習メソッドっていう名前で、今日やらせていただきたいと思っております。担当レクセン2講師、弁理士の佐藤です。今日お盆でありましたね。まあ、なかなか来るの難しいのかなって思っていましたけど、まあ、いらっしゃって、でその前の時は、まあ、台風だったんですね。で誰も来なかったですよ。それは台風の何号でしたかね、あれが上がってくる時のちょうど5時にね、ちょうどガイナスだって言うんで来てたんですけどね、で来るわけないだろうと思っていたら、やっぱし案の定来なかったので 今日初めてみたいな感じなんですね。まあ、実際にやっていくのは秋生でありまして、末期からどのくらいで勉強すれば受かるかなってことになるかと思います。で、まあ、これ聞いてる方は今生で聞いてる方もいらっしゃるし、あとはこれからまあ初めて受けようって方もいらっしゃるでしょ。であるいは、担当式受けたんだけどダメだったと、何年かやってもダメだったっていう方結構いらっしゃると思うんですね。でそういう方について、まあ言ってみたら、通学で来てもらいたいのは通学でもちろん来てもらいたいんです。でもダメだって言って、ダメ、それができないっていう場合も社会人だから結構あるんだよね。でそういう場合については、通信でも構いませんから聞いてもらいたいと思ってるんです。で私も通信でやっておりましたんで、前職は多分書いてある通り、大日本印刷ってこれすごい昔は忙しい会社でありましたね。今はそうでもないみたいだけど、当時は忙しくって、当然通信で勉強していた口です。で当然テープしかない時代でありますんで、速聴でずっと聞いていたっていうことによって、なんとなく分かってきたのかなっていうのが、で当時、5.6年かな、平均が。でその3年目ぐらいにちょうど分かりまして、でそこから具体的に分かってきたんだぞってなるんで、そのね、ちょうど3年目4年目ぐらいにやった勉強をやると多分パッと受かります。でそこまでは多分私はね、遊んでいたんだと思うんですよ。やっていた、量とかやっていた記憶はあるのね。ないしは時間も相当とってやっていた記憶はあります。でも実際上点数に結びつかなかったんですね。これいろんな講座で言ってますけど、1回目はね、これまあ記念受験なんで、当時担当は50点満点だったけど、多分10何点ですぐ終わってしまったのね。2年目は相当やりました。で過去10年目の問題について30回ぐらい解いたかな。でもう足見た瞬間にパッと丸とかバスとか解けるぐらいになったんですよ。でも開いてみると50点満点で22、3点で悩みましたね。だって司法試験で私ちゃんと受かってるんですよ。大学時代にね、2回ぐらい受かってまして、で論文もっていうところで最後はやめてしまったんですけどね。4年経ってもダメだったら私やめましょうって当時から思っていたんで、やめてしまったんですね。で会社に入った時にたまたま知財部だったんで、じゃあ受けたらって言われたのが、ここに入った業界に入ったきっかけなんですね。今から大体そうすると約30年ぐらい前になりますかね、31年かなくらいになりますけど、それくらいの時に初めてこの業界に入ったんですね。で勉強せよと言われたんだけど、最初簡単だと思いました。特に担当とかね、でもね、司法試験やっていて、だって択一も受かっていてでしょ。で論文も2回受けたんですよ。でそこそこの感じがあったんだけど、最後足りなかったんですね、なんかが。で従ってこれもうちょっと簡単な試験かなと思っていて始めたんだけど、って思うことがたくさんあってね。まず一つは気持ちが全くないと。であることはあるんだけど、言い方ちょっと悪いんですけど、理系の先生が書いてるんですよ。特に特許庁の OB の先生が書いてありますんで、特許庁の見解はこうなんだって結論書いてあるんだけど、理屈が全くないんですよ。で司法試験はちゃんと理屈から何からって、まあ昔のやつはちゃんと書いてありまして、見るとなんとなく分かるんですね。で他説見て、そして続き見て、なんとなく分かるんだってあるんだけど、当時これそんなこと全くなくて分かんなかったんですよ。で本読みましょうねと言っても、それが読み方も全く分からずですね。でやみくもにやっていたので、多分3年間はそんなことをずっとやってました。だから量と時間だけは費やしたんだけど、3年経っても20、多分5、6点いったかなっていう感じです。今だったらだから30点なのかな、60点満点の30点くらいでありまして、相当勉強したんですよ。で、ある時考えたのね、これだけやっていて、担当さえ受からないっていうのは、ちょっと向いていないのかなって思ったんですね。でも、法律であることは確かなんでしょ？で、司法試験とかやっていて、県民系は少なくても、まあ、担当レベルは受かっているわけなんで、受かんないわけないよなって思ったんですね。で、いろいろちょっと考えてみたんですよ。自分の履歴から含めて、考えてみたのね。なんでこれ難しいかというと、いわゆる登録前と登録後って、かなり違ってましたね。で司法試験でやってるのは設定登録になった後のことをずっとやってるんですよ。その前のことは全くやっていなくって、なんでそういうシステムになってるかってことを説明してくれないと、ちっとも分からなかったんだよね。
でそこのところに気づき始めましたね。でさらに、なんで産業財産権、まあ、当時は工業所有権と言っていたけど、そういう学問体系で言うのかなって考えたのね。で似てるからなんですよね、すべてね。で目的も大体似てるではないですか。第1条っていうところに目的書いてあって、すごく似てるんですよね。で簡単に言っちゃうと、特許っていう科目と商標という科目さえ分かっちゃうと、すべての科目の半分以上終わってしまったっていう感じがしますね。あとはその理屈の利用を教えていくっていう感じなんですね。だから司法試験の1科目が、実は1科目ではこの業界では全くなくって 0.2 から3なんですよ。だから本当から言うと、特許やって商標をやって、まあ特実やってね、商標をやって衣装をやってっていうのは一番これ分かりやすい体系になってるはずなのね。だから衣装法って説がたくさん分かれてくるわけですよ。特許から見るとどういう見方が出ますかと、創作説っていう立場があったりとか、ないしは商標系から見ると衣装ってどう見えますかと、まあ、言ってみたら、作ったと言ったら作ったデザインかもしれないけど、見た瞬間にルイ・ヴィトンって分かりますよね。商標みたいな感じなんで識別表紙なんですよ。でそういった意味では、で商標的に見るとどうですかというと、物品混同説っていう説が出てくるに決まってるわけですね、とこはね。でだから本当から言うと、特許と商標をやってしまって、あとは衣装って中身になくると、大体工業所有権終わってしまって、その一般法が実は不正競争防止法であるって話になるんで、よくその後やると分かるようになってるんです、体系としてはね。でも予備校そんなこと全く関係なくって教えてますよね。まあ予備校含めてそうなんだけど、どこの予備校もね、まず独自をやって衣装をやって商標をやって、あとはその後、著作権、不正競争と著作権やって、最後条約ってなってるわけでしょ。でもその体系も本当はよろしくなくってね、特許をやって商標をやって衣装をやって、工業所有権に関する条約でありますんで、著作権はこれ関係はないわけですよ。それだと不正競争をやって条約をやってから著作権という科目をやるのが一番きれいな体系なんです。でそういうのを全部ね、分かり始めたのね。でそれ4年目でありまして、なるほどねって分かるようになったんです。であと一般法、ちょっと特実版ときて、一般法の民法とか刑法とか分かっていましたんで、いや一般法から見てこれどう見ていくんですかっていうところで分かるようになったんですよ。まあ、当時は選択科目が3科目ありましたんで、当然私は憲法と行政法と刑訴が選択科目で受けましたけど、大学は民事法専攻なんで、民訴とか民法は得意なんです。そちらはどっちかというと得意なんだけど、ただ科目としては取りやすかったんで、試験としてはそっちで受けました。でそこから見ても、あこの科目、この特実っていう科目はちょっと特殊なんだよなっていうのはだんだんと分かってきてね、なんで特殊なのかなってことも自分で理由つけるようになったんですよ。でその点がちょっとアドバンテージはあったのかなと思います。でそうじゃない方は多分ね、これなぜそうなってますかっていうところまでいかないんだよね。受かった方もしかりそうだし、あと担当受かった方もしかりです、しかりなんだよね。で今一番怖いのは、今年は多分担当簡単でしたと言ってると思うんですよ。で来年もそういう傾向になりますねって言ってるかもしれません、そこはね。でも絶対そんなことはないと思うんだね。で昨年では何パーセントかしてますかね、合格率が 9% ね。で 9% でその 9% の方々がほぼほぼ出ちゃったんですよ、すべて大体。で残っていた方が多分300ちょっとしかいないはずなんですね。いわゆる免除になっている方で、論文まで行ってしまっている方ね、それが300人ちょっとしかいなかったはずなんですよ。となると今年だいたい600ちょっとぐらい受からせて妥当なんだよねってことで 20% になったわけでしょ。 9% から 20% でありますんで2倍以上でしょ。でその方が多分相当今年残るはずなんですよ。だって口述試験ってだいたい3日っても決まってるのね、決まってるのね。で3日なんだけど 2.5 日なんですよ、だいたいやってるのって。準備日ってあるんで、下手したら2日となりますんで、合格者は多分200から250の間だと思います、最終的には。講義続ける方ってね。となると来年どうなりますかというと相当残るんですよ、担当免除の方がね。でそれに向けて担当の合格者って決めますんで、パーセンテージは多分 10% から 15% の間というのは普通だと思います。となるとそんなに簡単では多分ないと思うんですね、択一が。まあ、それは本当のことだと思います。で過去の流れ見ても全部そうなんで、で本当から言うと39点は合格調整点になりますんで、それ以上でもいいんだけど、一回もそれ以上で合格させたってことはないんだね。39点になってから一回もないんですよ。だから合格率がバラバラになっちゃってるっていう感じね。で来年は多分10から 15% で推移しますんで、今年のような簡単な問題では多分ないと思います。今年やっぱし見た瞬間に簡単でしたからね、解けるんだということだと思うけど、来年からそんなことはまずないと思います、ね。
それはまず頭に入れてもらいたいと思うんですね。そんなに簡単ではないぞってやつです。でそれも今ちょうどこれからもう夏終わって秋から始めますよね、実現可能といったら一体何かなってことをよく考えてもらいたいんですね。もちろん担当を受けて論文受からないってことはないと思いますよ。受かんないことはないと思うし、あと2つ狙って問題はないと思います。ないと思うんだけど、多分下手すると担当もダメで2頭追うものは1頭も得ずってなっちゃう可能性もないかもしれないのね。それは、一番可能性が高いのはまず担当いい点数で受かるのが一番いいんですよ。でそれを持ったイメージで論文に向かえばなんとか実はなります。でこの試験はね、正直言うと一番最難関と言ってるのがよく論文ですと言ってました。でそれは昔の試験ね、旧試験でありまして、バックとした問題、今年の衣装とか商標みたいな、特に衣装ねみたいな問題、一つの衣装って言ったら何ですかみたいなやつだと何をこれ聞いてんのかなってのは難しいんですよ。でこういう問題出ると論文ってすごく難しいなってなのね。基本書読めなかったらいかんとか、アンフェムな方はいかんとかってなったりするんだけど、ついつい最近までの特実衣装って科目は全て相当合格者を取っていたので、とりあえず担当に近いんだよね。担当地区の問題だったんで、そういう問題だとそもそも担当ができれば受かるっていう可能性が高いんです。でも衣装商標はやっぱやめましょうねが今強い、これ主張になってるのね。ともかく何ていうかな、泣け目ないし受からしたくないってことらしくてね。どうも合格した後に修習制度があるじゃないですか。でそこ行った方 の成績が良くないらしいのね。良くないと言ってますよ。良くなくって、いやそれは試験の影響ではないかなって言ってる可能ことが結構あってね、確実的にみんな解けるらしいんですよ。だけど深くは考えていないんだっていうのね。それもあって多分衣装とか商標、特に一章かな、相当変わってきちゃったんだよね。一章が難しくなったと。で来年以降は特許もそうなっちゃうかもしれないし、これは分からないです、どうなるかっていうところはね。ただ論文についてはなかなかね、ちょっと予備校では対応できないような問題にしましょうねっていうところは強いのかなっていう感じはします。でも大丈夫ですよ。だって相対評価だから、それはね、昔みたいに絶対ではありませんので、絶対60点じゃないと受かりませんってわけではないからね。で54で平均値でいいわけでしょ、偏差値。だから受験生の中のちょっと上を取れば受かるって話になりますんで、そんなに論文ってビビんなくても良いと思うのね。だから一番難しいのは実は担当です。私も一番担当に苦労したんで、なかなかこれ普通の状況、普通の世界で何ちゅうかな、普通の世界で出会うことは多分ないと思うんですよ。だから弁護士さんと違って弁理士っていう資格はあんまり知られてないのかなっていうところもあるんだよね、僕はね。ということでね、この時期からやるんだったら担当に中心に絞って、それもいい点数で受かれましょうねって思ってます。そうすることによって論文ってかなりこれ受かる可能性が高くなってくるのね。で今日ちょっと配ったレジュメを見てください。ちょっと書いてあるかと思うんですけど、担当式試験と論文試験、試験との前相関関係と書いてありまして、それ1回で担当も論文受かるのが一番これは理想形です。でも数から言うなら数人しか、数十人、そんなにいるかもしれないけど、今年からちょっと分かんないけど数人程度でしょ。九州の時は1人か2人だったんで、毎年そんなに出るわけない、決まってんのね、今年以降からね。で担当で大体8割以上取った方は大体 60% は論文の通過の可能性があります。可能性ですよ、可能性があるってことね。九州はこれ8割だったんで、8割ぐらい取ると大体受かるかなっていう感じはします。でこれがだんだん下がってくると、7割ぐらいになると、これ50って書いてあるけど、30ぐらいね、 30% ぐらいしか受かる可能性が全くなくなっちゃうんですよ。でさらにじゃあいわゆる通過点で受かったって方ね、これ 50% 多分未満だと思います、実際は。だから担当の点数と論文の合否って相関関係あるんだよって話に絶対なってんのね。特に特実は担当の焼き直しでありますんで、その感がすごく強いんです。その感がすごく強いのね。でじゃあ担当式試験だから自分で勉強してどうにかなるんではないですかっていう感じしません？で論文はなんか指導を受けないとダメで、いや担当式試験はなんか自分でやってもできるんではないですかっていう感じはすると思うんだね。だって丸バツでしょ、簡単に言えば。私もそう思ったわけですよ、ね、で司法試験も受かってたし。でも司法試験の場合についてはちょっと申し上げると、ちゃんとした指導っていうのはあったわけですよ。でさらに基本書があって、その基本書から見るとこれは丸とか×とかって明確に理由付けができたんだよね。だけどこの業界は基本書といってもほぼないに近いんですよ。
何日か食って、であるとしたとしても、多分そこに何だろう、説明が書いていないんですね、理屈が。だから分かりにくいんですよ。でどういうふうに皆さん担当で解いてるのかな。自分もね、3年間中地飛ばしだったって申し上げたと思うんだよね。でその時に多分やっていたのが、単純に問題文読んで、でじゃあこの問題について、は何乗何項だから丸、何乗何項ではないから×ってやっていたんだよね。でも小試験の時はそんなことをやっていなくてですね、そうじゃなくって、まずこれはなんでこれ聞いたのかって、題を一つ一つ取ってました。でさらに論文的に解いていて、あこれ当然丸になるんだと言って、何乗何項だからってさらにやっていたもんだったのね。でもそれはそういう前提とらえる理屈がちゃんとしたものがあったんでできたんですよ、小試験の場合。でも弁理士の場合はそれがちょっとないんですね、資本主義に近いものがね。だからなかなか難しいとなってくるのね。だから自学自習してしまうって話になると、多分ある程度までいけると思います。これはある程度まで、ある程度まで過去問全部潰してやりましたってなると、35点ぐらいまでいけます。正直言うと35点までいけます。でも39点取らないと合格できないわけでしょ。39点ないしは38点ぐらいはいくかもしれないのね。でも39点はいかないんですよ、なかなか。それは一歩さないとどうしようもないってことですよね。でそれが2番に書いてある、ある程度のレベルまでいくんだと。でそうじゃない場合ね、で35よりもいかないって話になると、論文はこれ全くもうできませんから、これ無理ってことね。知識の点が担当、知識の面が論文なんですよ。だから点的なものを面的に広げていくのが論文なんで、点がちゃんとできていない人ができるわけ絶対にないんですね。でそういった意味では8割以上取ってくれませんかって申し上げています。じゃないとなかなか難しいんですよとかね。で試験傾向の変化ってことなんだけど、これはさっきちょっと申し上げたと思うんですけどね、最近はと文章が短いものと長いものの両者がありますと。これ長いものは特に特許とか実用新案なんだけどね、特実なんですよ、ただ長ければ長いほど超簡単です。これ読み方さえ教えてしまったら2日やれば多分できます。こうやって読むんだぞってやれば読めます、パッパッパと。で実際上自分はどのくらいで回答を出してますかというと、論文だったら大体5分です。読み方があります、もう独特の読み方がありまして、それさえマスターしてしまうと本試験の長い文章は簡単にこれ読めるんです、でその一方で最近は少し短くなってきたんだね、特実もね短くなってきたと。本当の担当チックみたいな問題と、あと論述系の問題もちょっと混じってるわけね、やっぱし確実的に受かる方は排除したいんでしょうね、そういった意味でもね。でさらに新作問題が多く出されるようになったと。さらに科目によって難易度が全く違うんですね。今年は特実は平板の問題、遺書は超難問の問題で、商標はというとこれも難しいですね、結構ね、受験生にとっては難しいでしょということになるんで、科目によってもかなり違ってるし、書き方も実は違うんです。担当は、あ、ごめんなさい、昨日は担当権近いので答え変えて理由ちょこっと書けばいいんですよ、それでいいんですよ、薄くてもいいのね。でその一方で衣装とか商標どうですかというと、丸々文献の先生がこれ作って売る問題でありますんで、それはちょっとまずいとね、書かれちゃうと、え、何ってやつね、これね、ちゃんと論じてくれませんかって最近出てるのね。問題点を挙げた上で論証してくれませんかっていうのが最近の衣装とか商標です。でこれは旧資本試験だと絶対やっていたのね、論述問題って。でそれに近い問題が出始めてしまったわけですよ。でもその対応って聞いてる、その対応について十分やってますかというと、実はやっていないと思います、論文対策ってね。それも含めて担当の中でお話をします、講座の中でね。じゃあ論文について全くやらなくて大丈夫ですかって方いらっしゃるんだけどね、もし時間があればとですよ、あれば私は今年からこれをやることにしているので、これはいいんですかね、今年でね、論文答案作成力養成講座っていう予定をやることにしているのね、これね。だからもし時間があればってことですよ、やればいいと思うしね、それは並行してやれば良いと思います。でそれがもしできないっていうんだったら、担当だけに絞ってやればいいと思ってますね、そこはね。で、一番の特徴は何かというと、ちょっとテキストの使い方が全く違うんですよ。通常テキストっていうとレックで配ったものを中心にやるではないですか。で昔10年ぐらいとか15年ぐらい前は私もこれについて従ってやっておりました。であるいは、あとはアドバンスってありますね、担当のね築城的になってるやつね、今これあるかな、これね。
こんなに電話帳みたいに特許だけで厚いわけです。厚いやつです。でこれに従ってやるわけですよ。ただね、これはいいと思うんですよ。ただこれからこれに入っちゃうのはいきなり難しすぎるのね。絶対だってこれって単なる概要を書いてるだけなんですよ。進歩性って一体どんなことですかと、で新規性ってどんなことですかと、概要を書いてるだけなんだよね。でもこれは何かというと築上的に書いてるわけですよ。いや過去の問題こう出てこういう問題出てきてと、この条文ってこうやって解釈するんだよねって出てるのね。で元は私が作ったんですけど、これは相当できる方がやって初めて分かるようになったんですよ。頭から読むっていう やり方はね、これ単白点という単位を日本取っておりまして、まず共通事項が最初に書いてあります。これ相続と言います。で審査審判再審とか審決取消訴訟というのが各論ですよね。そこの共通マターが相続というところに上がっておりますので、したがって相続というところを最初にやってしまうとよくわからないんですね。本当はね、本当から言ったら各論からバッバッとやっていって最後に相続を見るというのが一番本当はいいのかもしれません。でそれが体系なんですけど、そうすると大体分かってくるのかなと思っています。でそういった意味で、じゃあどうやって私は勉強をするべきだと言ってるかってことですね。でまずは通常の入門講座にあたるものについては全て毎収録をしております。この講座の中ではやりません。エッセンシャルってやつでもう収録済みであります。だからもうすべてにも聞いてもらいたいんですね。でくる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 これは回してもらいたいんです。でこれは春生も同じでありまして、春は1月からもずっとやってるんですね。で最初にこれを聞いて最後のまとめでこれを聞いてましたっていう人が結構やっぱ受かるんですよ。パッと通信だけでもね。でこれまず一回聞いてもらいたい。くる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 ね。これはだいたいこの外枠って枠があるんですよ。試験ってその枠について話してるんで、特に全ての科目ね。でこれについて一つのテキストだけで簡潔になっています。これだけで特実異証って全部入ってるのね。であとは、基本的に全部こうスライドになってるんで、当時は全然それ作ってなかったんだけど、パワポです。あまり自分出てこなくてパワポでずっと中心で話しておりますんで、これがエッセンシャルっていう中身になってるやつね。全部で18回やりますかね。これまず繰り返してもらいたいんですね。でこれが終わりましたと、通常これが終わったって話になると入門程度終わったって話になります。でそこから本当は入門講座となっていて、本当はまたこれ使ってやるわけでしょ。これ通常入門テキストね。でもこれを使ってしまって意味があるかというと多分ないね。だって私はここで同じようなこと話してしまってるから時間の無駄ですよ、ここは。で通常この入門講座だけでどのくらいかかるかというと大体3ヶ月くらいかかるんですよ。3月ぐらいかかってしまうので、来年はといったら、いや正直言うと担当も論文難しいですよっていうのは一般的だと思います。でもこれはもう回してしまえば良いのでって話になるんで、くる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 回してもらいたいんです。じゃあこのところで私は何をやるかというと別のレジュメになります。やってるのは自分で作ったやつでありまして、何をやってますかということなんだけど、この単元に従ってアドバンスについてのものをこれ改変してるんですね。当時はこれ多分なかったと思うのね。去年から作り始めたんです。でこんなやつね、一番最初発明の種類とかってやつがありましたね。そこで条文入っていて、この条文の線引いてるところからしか試験は出てきませんとなってるの全部で、過去問もちゃんとついていて、この過去問についてはこうなっておりますってやつね。旧過去問ではこうなっておりますとか、あと今年今回入れたのはかなり昔の過去問入れました。旧過去問です。で多分見たことがないでしょってやつです。入れましたんで、それ見ていただくと、あ、こんなことを聞いてるんだなって枠は分かります。でもこれで 100% 割るんですかというと、これ入門コンプリートと書いてあって特許実用信用ねだけなんだけど、意匠商標条約著付も全部こういうふうになってますなってるんだけど、これ一応全部割るかというと、これ大体8割終わります。これで、で試験を受かると思います、これだけでも。でその 100% にするためにやってるのが、実はこの担当アドバンスを使ったものね。それが下です。担当基礎講座ってやつです。これになるんで、だから担当について2回やってるんですよ。ここは入門講座で単元別にまず作ったアドバンスに従ってやってるんです。1回目これレック創世記の時って作った時に1年目はこれをやってたんですよ。単元別アドバンスってやってたの。入門講座をやった後担当編については担当アドバンス、だって当時は6年ぐらい一般的だったんだね、合格って。でまずこれをやらなかったら難しいでしょとやっていました。で終わった後2年目でやっていたのが、実は単基礎を使ったこの築上的なアドバンスを使ったものをやっていたんです。
でも相当合格者が出るようになってしまって1年でも受かる方が出てきたでしょ。でそこで担当編についてはこうね、築上的に書いて、築上って分かりますかね、1条からずっと説明するってやつね、体系も無視してずっと説明するわけですよ。でそれを使ってやるっていうふうに変えてしまったのね、うん、でそれが良かったかどうかというと、うん、良くなかったのかなという感じはするんだけどね。なかなかやっぱりこれからこの入門講座に入門講座のテキストからコピーに移行するのは結構大変です。そこはだからそのブリッジウェイっていうのがさっき言ったこの単元別アドバンスっていうやつです。単元別にずっとなっておりまして、入門講座のテキストに従った形で単元は書いてあります。でそこに全部条文線引いてあって、ここからしか出ませんってことを示してるのね。で過去はこういうものが出ましたって全部引いてあります。でこれ一回やってしまったのがこの入門講座っていうところになってるやつね、ここです。通常の入門講座はエッセンシャルっていうところでもくるくる回してもらいたいです。もう終わってしまってます。これはだからこれをまず回すと一回ね、すべて大体パワーポイントで喋ってますんで、画像はすごく綺麗です。でその後やってもらいたいのは次、入門講座のこれ、入門講座と書いてあるけど単元別の担当編です。正直言うと単元別の担当編だからこれ担当速習と言ってるのはそのことね。担当編これ大体8割は受かります。8割入ります、入ってるんで48点は取れるということです。これだけで、でそれが終わりました。でも全部やってるわけではないので網羅しなかったらいけないですよね。でその時にやるのがここ、これやると大体幅全部終わるって話になります。で間違っちゃいけないのは担当の幅を絶対論文は超えないの で先にすぐも入門終わってしまって論文やりましょうねって指導もあるかと思います。正しくはないとは言わないですよ、それはね。ただし幅を知るって意味ではやっぱり担当の幅が一番広いんですよ。でその幅全部潰すとこれ以上出てこないんです、試験で絶対に。あとは深いところをずっとやっていくっていうだけなのね。で論文もだいたい過去も見るとパターンが決まっております。でそこからしか出てこないのね。あとはいかに間違いなく書けるかっていうところが勝負なんでしょうね、そこはね、はい、でそれをやることによって受かるんだって話になってまして、これ正直言うと週1回しか来なくていいんだね。で社会人の場合は週2回は結構厳しいと思うんですよ、うん。でね、私も社会人の時にこれ、こういう講座を受けたのね。で週1回も来るのも大変だった記憶があってね、だから通信だってなってしまったんだけど、なかなかやっぱり来校するのは難しいと思うんですね。特に普通の日、土日を除いた普通の日ってなかなか難しくって、これ週1回でいいんですよ、土曜日だけとなっておりますんで、そこでまずこれをやるってことですね、やると。でこれに合わせてできれば過去問に過去問担当の過去問についてしっかりとやっていくってことができると、担当は正直言うと48点は多分取れます。担当だったら48点取るとある程度はいけるんですね。論文言っても書けなくはない、全く書けなくはないです。でもしてもどうしても論文をやりたいんですっていうんだったら、さっき言った講座申し込んでもらっても構わないし、終わった後でも結構です。やり方としてはあるので、やり方ってそのくらいできればってことですよ。で39点ぐらいで受かった方についてはちょっとやっぱり難しいわけですよ。でも48点ぐらい取れる方になったら多分1ヶ月もあればなんとかなります。論文って実はそんなふうになってんのね今。だって受験生の真ん中にちょっとやりいいんですから、54ってこと偏差値がね、であれば受かりますんでね。で教え方として何私やってるんですかってことだけど、これはいろんな講座やってますけど、問題の解法って2つありましたね。まず題を取るですね、出題者はなぜこれを問うてきたのかと、これは論文では絶対必要です。最近の論文って題を取ると。でこれを本当は担当の問題でもやってもらいたいんですね、一足一足で。これができるようになると線詞、線問について題を取ったって話になるんで、どんな問題が出てきても多分論文でも題は取れます。こういうことを聞きたいんだよなってなんとなく分かりますからね、題を取ると。でその後じゃあこういう問題聞いてきたんだよなと、じゃあ次ですね、問題回答しなければいけないんで、じゃあすぐ条文ってやらないのね、やってしまってもいいと思います。それ本当から言うと、いやこれはに××条の〇〇項に該当するんで〇とかです。できるんだったらいいですよ。でも人間の頭ってそこまで賢くはない、すぐ忘れちゃうんです。どうしても何条何項に書いてあるから丸でもこれできるだったかな、しなければいけなかったかなっていうとどうだかなってあるでし
でもこう言ってに、これってそうなんだけど、所詮人間が作ったルールです。これは人が作ったルールなんで、法律って人が作ったルールなので必ず方式があります。いわゆるなんていうかな、方向性があるのに決まってんのね、うん、で中心として教えてるのこれ何条何項ですっていうのは自分でやってもこれ分かると思うんですよ。これを法律の世界では許容性と言います。許容性と、何条に書いてあるから許されるんだっていう観点です。許容性、これはどの先生でもこれを教えると思います。何条何項に書いてあるから丸なんだ、ないしは担当の過去問を見ても載ってるからと思うんで、私が別に説明するまでもないと思うんですね。ご自分でもできます。これはでも予備校に来るメリットは何があるかっていうと、まあ、人とも会うってことは一つかもしれないけど、一番は人が作ったルールなんで社会的妥当性なんですよ。これこうやって解釈しないとおかしいだろうってやつです。おかしいだろうと、これを必要性とよく言うんですけどね、司法試験でもよく言ってたんですけど、必要性と許容性で理由付けをせよと、論文でもこっちを中心に説明します。なぜそうなってるかってやつです。それは本に書いてないんですよ。残念なことにアホ見ても書いていないんです。今アホの講座やってますけど、そこまで書いていないんです。だから説明してるわけです、行間というところをね。必要性、これを中心に説明しますんで、だから度忘れしてもなんとか解けるんですよ。何条何項、大体これは何かの趣旨だ、何とかっていう制度の趣旨だったよなって分かると、これこれこういうふうに解釈しないとおかしいだろうって分かるんですよ、聞いたところがね、うん。でこれだけでもしやってしまうと、旧姓というところでだけでやってしまうと、千問分かっていても多分900問ぐらいしか覚えてないです。で千一問目で出てきた瞬間にまずもうダメだしね、やっぱこれ難しいわけですよ。そこって暗記はやっぱし限界があるってことね。ですごく若くてってなったら話別ですよ。で私も勉強し始めたのは司法試験の場合は早かったので、多分記憶が相当良かったと思うんですよ。18ぐらいからやってたんで、20だから大学卒業する22かそこらでしょ、やっていたんで、まあ、その時は記憶力も多分あったと思うんだよね。何条何項に書いてあるから丸でやってってやつね、まあ、旧司法試験ってそういうのが多かったんですよ。90問自体ねだったんだけど、それはだんだんと変わってきましたね。で許容性とかでこういうのに解きましょうって問題に変わったんですよ、まあ、それも含めてやめてしまったんだっていうのがあるんだけどね。当時でもですよ、弁理士にこれ勉強し始めたのが28かな。そうね、だん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 とね、頭がちょっと硬くなってくるんですよね。どうしてもね、また仕事もあるでしょ。仕事が忙しくって、そっちのことも考えながらやってるんで、どうしても細かいところまで読むっていうことはできなくなってくるんだよね。何条何項に書いてあって、上皇のこの言葉ってできるだったかな、どうだったかなってのよく分かんなくなってくるんですよ。でこれはここでもうやるしかないね、必要性の観点で。中心はこれを教えるの、ここでやるのはこれです、必要性です。なぜこうなってるんですかっていうのを教える講義です。でそういった意味では何だろうな、論文にもこれ資するんだよね。で論文はこれ聞いてるのは題を取ることでしょ。まず題を取ると、で丸バツがちゃんと消えれるんだったら結論間違いませんよね。で特技はこれが間違ってなかったらともかく受かります。とりあえず衣装は難しいの、これ題を取る。あと論文でくれませんかっていうのは商標最近出るんだよね。これはこっち書くんですよ、必要性。この要面だから、この講座でやることはこの2つなので、特にこの必要性と題を取る。で担当は二回しをいたします。単元別のアドバンス、自分が作ったやつです。でそれまず基づいてまずやります。1回目を回します。これがさっき申し上げた入門編っていうところでやることなのね。入門講座のテキストを使ってやるわけではございませんので、それはお間違いないようにしてください。でもう一つやるのが担当編って書いてあるけど、これはアドバンスを使ってやります。まあこれも現状私がもともと書いたものなんで、これに従ってやるんですけど、これ大体やれば網羅できますよね、大体はね。で目指す点は48ぐらい目指してます、48ぐらい目指してます、ね、であとはスケジュールが書いてありますよね、ここにね、いくつかね、ちょうど書いたの、これスケジュールも書いてあるんだけど、これここに書いてあるこの丸は何か、線と丸は一体何かというと、線は試験の幅です。担当でこれまずやるってことね、幅で。この丸丸丸丸って書いてある何かというと、これ論文のところです、箇所です。で基本的に入門講座とか、ないしは1回目の
1回目の単元別っていうのはここをやります。いや、入門講座でやったよな、しかしこれは担当だったらこう聞いてきたんだよなっていうところを中心にやるのね。で、だから大体8割と申し上げてます。8割、8割エッセンシャルと、それからさっき申し上げた入門編で8割は行くんです。行きます。受かるかもしれません、そこだけで。でもどうしてもこれ空きますよね、この部分で。空いてるところがあって試験の幅全部埋めておりません。で、そこを使うのが何かというと、さっき申し上げた担当編でやるっていうね、逐条的にやっていくやつです。で、それができ、これができてるんだったら多分できるでしょと思ってやってるんです、そこはね。で、そんな形になります。で、あと勉強方法と書いてありまして、通信教材と生講義を使い分けてくれませんかとなっておりまして、私の場合は多分ずっとこれ喋ってるタイプです。今喋ってるでしょ、あまり多分書かないと思うんですよ。で、これは通信教材の方にために多分やってるんだと思います。で、先ほど申し上げたように、私の場合はすごく忙しかった、合格するまでの間ね、忙しかった。だって今多分ブラックになっちゃうと思うけどね、朝まあ何時に行くの、7時ぐらいに家を出て、会社に終わるのが大体夜中の10時なんですよ、12時。多分今それやったらダメでしょ。で、そこから帰ったんですよ。1時間とか2時間かけて帰ったのね。じゃあ勉強どこでやっていたんですかというと、ほぼこれ通学の通学で通勤か、通勤途上でずっと倍速レコーダー聞きながらやってたんです。で、こうだああだと考えながらやっていたもんなのね。で、その時ですよ、2つの先生がいたの。1人はここでじゃあチェックをしましょうと、先生ね、はい、国チェック、チェックとあったんです。まあ、司法試験もそうだったのね、あったんです。で、それは私にはちょっと馴染まなかったね。なぜかというと、だって私帰ったのは埼京線っていう電車に乗って帰ってました、当時は。今住んでるところではないところに住んでいたんで、まあ、新婚だったもんでね、住んでいたんで、その時はそこから通っていたもんなんで、殺人的でしょ、埼京線って。知りませんかね、東京の方は多分知ってるかと思うんだけど、大阪とかに住んでる方もし聞いてるんだったらどこに当たるのかな、環状線とかになるんですかね、すごく混むわけですよ、足が折れそうな感じになるのね。で、途中から乗るんだからめっちゃくちゃ混むわけですよ、行きも帰りもね。で、そうなるとそこでじゃあチェックをしましょうという時にこういうものを持ってって開くっていうのはこれ不可能なんだよね、自分の中ではね。不可能なんで、できれば最低限法令集って法文書ありますね、あれだけで復習できるようなもんじゃないと困るわけですよ。で、もう一人の先生はずっと、まあ、司法試験の時もそうだったけど、喋るんですよ、延々と。喋るんです、止まらないんです。止まらなくってずっと喋ってるわけですよ。で、喋ってくれないと回んないんだよね、条文だけ見て何とかできますよってならないんですよ。で、自分の講座はどっちかというとここですね、ずっと喋るので、講義を中心としてずっと喋っておりますんで、それを IC かなんかに押し録音して繰り返し聞いてもらいたいんです、何度も何度も。法律の勉強って繰り返すことが絶対重要です。で、分かんなくても止まらないでほしいのね。で、止まってしまうとそこで終わってしまって、残念ながら最後まで分かりませんでしたっていうか、つまんなくて終わってしまったんでしたっていうのが結構あるんですよ。で、結構それあったもんね、自分の時も。1年目、2年目、3年目、俺向いてないのかなって何度も思いましたよ、分からないから。で、全部概観しないで終わってしまったんですよ、特許だけの最初のところで終わりとかね、繰り返してるわけですよ。で、それ良くないってことね。だから繰り返してもらいたいんです、何度も何度も。と、大体穴が全部埋まってきます、3回とか4回とか回してるとね。で、最初は多分倍で聞くのは難しいでしょう。で、私早いから喋るのは。でも倍でも聞けるようになってきます、だんだんと。今大体他の講座も聞いたりするんだけど、倍でも遅いくらいだもんね。それは即興力がつくってことになるかと思うんだけどね、頭がすごく回転するわけです。でもそうじゃないと多分ね、社会人の方は厳しいんだよね、なかなか。だから通勤の時にやる勉強と家の時にやる勉強と分けてもらいたいよね。家でやる勉強については多分過去問解いたりとか、あるいは論文の問題解くとかってことをやるべきなんです、いわゆるアウトプットね。でも院の場合についてはこれは家でやるのはもったいないです、正直言うと。全部それ通勤途中でやってしまうんです、全部やってしまえば良いと思ってんのね。で、そうしなかったら受からないですよ、なかなか試験としてはね。で、何度も繰り返すんだって話になります。で、そういった意味では私はだからずっと止まらないで喋っております、講義内容としてはね。あとスケジュールなんだけど、いくつかに分けてるんだよね。まず第1期、9月から12月、これがまず一番中心になります。年内中にどこまで終わったのかがまずポイントですね。で、多分入門編というのはここで終わります。エッセンシャルはまず聞いてもらって、さらに入門の講座ってありましたね。
単元別で担当をやっていくっていう講座ですね。でそれについてこれで終わります。第1期目です。でこれ大体幅を知っちゃうんですね。8割は取れますんで、担当問題範囲としてはね。でそれが終わった後、12月から3月が第2期です。常務網羅して当連を受けるんです。当連を受けます。担当受けてもいいだろうし、両務受けても構いません。 両方受けても構いません。受けるんです。そして4月から担当までの間にこれ分かりませんっていうところね、そこだけ暗記するんです。最初から暗記は絶対ダメなのね。最後は暗記になるんだけど、それ下級的にもう少なくするのね、なるだけだったら。で4月から5月の、まあ、第3週になりますけど、そこまでは暗記に入ります。でそこまでどのくらい暗記の量が減ってるか勝負になってくるのね。担当だろうが論文だろうがって話になります。でさっき申し上げた通り、もし担当が48点取れるんであるならば、担当を受かった後に何とかしても何とか実はなります。論文そんなに高くないです、レベルが。昔とは全く違うので、ね、昔とは全く違うので、で担当チックな問題がまず特殊でありますので、特殊は多分取れるでしょう。で抽象的な問題についてはこれ誰も取れません、多分今の受験生って。それは対策っていうのやり方があるので、それも教えます、その時にね。それ大丈夫だと思うんですけど、できれば年明け50点以上とかね、取れるんだったら相当可能性があるぞと言ってます。常に48から50取れるんだったら可能性があるよってことです。でそうなってもらいたいと思うね。でそうならないと多分ね、合格した後が問題ですよ。合格した後に我々いろいろ聞かれますよね。でその時に論文の知識が重要だったかっていうと、いないです。これは関係ないです。で予備校でやって、まあ、今予備校でいいかな試験でやってる論文のやり方と実務ってこれ全く違うので、違うので、まあ、それは意見書書いたりとか答弁書書いたりってやればよく分かります。全く違うものです。あれは単なる試験でやってるのは、言ってみたら答案構成みたいな感じね。実務は全く違うからね。で一番役に立ったのは何ですかというと、やっぱ試験を受かったことによって一番役に立ったのは担当の知識ね。これ司法試験だろうが何であろうが皆さん同じです、同じです。だから専門がもし特許であれば特許法の知識だって言うでしょうしね、衣装等であれば衣装とか商標とか不正競争等の知識だって絶対言いますよ。そこは担当はやっぱり実に入ってからも重要となりますんで、まあ、そういった意味では担当に重きを置いてるんです。それは担当が一番難しいと思ってるからです。弁理士試験の中では担当論文講義であって、今担当一番やっぱ難しいのね。たまたま今年は簡単だって言って、簡単だったっていうだけです。20% は過去多分ないと思うんだよね。つい最近までないと思うんですよ。その前 9% でしょ。ということは今年は、来年はというと多分ちょっと厳しくなりますよね、数的にはね。だって受験生が減ってんのに合格者を増やすわけないじゃないですか、どう見たって。で200人 前後で多分推移しますよ、最終的にはね。そうなるとおそらくそんなことになるのかなと思っております。まあ、そこを含めてよくお考えいただければ良いかなと思ってます。ただやり方はっていうと、さっき申し上げた通りエッセンシャルでまず1回目入門講座みたいなことをやります。でこれが終わったっていうか、まあこれ自分でやるんだよね。でそれの後に、まあ実際上9月からやっていくのはこれを使ってやります。単元別アドバンスっていうイメージです。でやっていきます。単元別に担当をやっちゃうんですね。1週目、で2週目に初めてこれやるわけです。これやるわけです。でいきなりこっちからこっちはこれすごく難しいのね。だからブリッジとしてこれを私はやっております。ここはだからエッセンシャルって毎段階についてるわけね。でそうしないとこれ多分相当難しくって、やめようかなって絶対思いますよ。やめようかなって思いますよ、間違いなく。でそうしないためにもやってるので、まあ、ぜひ継続してもらいたいかなって思っております。はい、ということで大体はこういう形で担当ってやると、8ヶ月もやると50点は取れるはずなんだよね。50点、実際いますから50点という方は、この講座の中でね。で50点取れる方は多分論文行ってもなんとかなるんだよね。全く書けないということはないです。あとは具体的に聞いてください。終わった後でもいいし、担当式試験が終わった後でもいいんだけど、どうやったらいいですかって言って、点数によるんだよね。で50点ぐらい取れるんだったらこれをやるべきって明確に言えるんで、でそれは一月もやればどうにかなります。僕はね、まあ、それ含めてしっかりとちょっと考えてもらいたいかなって思っております。まあ、全体についてはこの辺で終わりたいと思いまして、あとは個別に受けたいと思っております。じゃあお疲れ様でした。